shaking. Will I shake off the doubt my mind's making? Can I be like the ones that used to be? That's me. これから7回ベイスターズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。フェリス、マウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから7回、ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の柴田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ、インサイド落ちました。これはどうだ？取った。アウト、ワンアウト。7番バッター、ソト。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。いいまっすぐですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ここは150キロを超えてきます。引っ張った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。外。これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。1番バッター戸柱、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目見送っています。ボール。さあ4球目は何か。変化球打った。高いバウンドになった。おっと取った。一塁送球アウト。瞬時に素晴らしい反応を見せました。いただきましょう。素晴らしいフィールディングでした。そうですね、非常にいい動きを見せましたね。バッターボックスには代打の神里。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけれどもね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。この球は外れました。さあ勝負してくるのか。レフトへ。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。8回まで来ました。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは佐野。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズ1点リードで迎える8回です。2球目打ちました。ここは打ち上げています。龍抑えています。ワンアウト。2番バッター京田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。フェリス、まずは先頭バッターを打ち取っています。切りました。ファウルボールです。いいまっすぐですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。バッターライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには3番宮崎。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。引っ張った。三塁線落ちてフェア。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。宮崎、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー二塁。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。さあ、そしてバッターボックスには牧入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ一打同点という場面です。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですね。うちのボール打っていった。高く上がった。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。
宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにもインサイド落ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。さあ今やはり怪我が重いんでしょうか。さあドラゴンズ同点のランナーを背負った場面です。まあドラゴンズとしてはまあここはプレッシャーのかかる場面ですが、気持ちもボールもしっかりコントロールしたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上のフェリス、どういったピッチングを見せるのか。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ファウルです。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール、フルカウントになります。変化球打った、セカンド正面取った、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には外が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここでリードを守ることが重要ですから、集中して抑えてほしいですね。なるほど、そうです。低め打った、ボテボテの当たり、セカンドが抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁です。いい形でアウトが取れましたね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。そうですね。さ、変化球打った、破った、サードランナーホームイン、ベイスターズ同点、2対2、試合を振り出しに戻されてしまいました。抑えたかったんですが、この場面で同点とされてしまいました。そうですね、流れが変わってくるかもしれませんね。ここで意地を見せられました。同点になっています。バッターボックスには代打の藤田。いや小宮山さん、ここは意地を見せてもらいたいですよね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。ファーストランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、ファースト、ナイスキャッチ。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。掴んでスリーアウト、勝ち越しは許しませんでした。10回の表、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。佐野がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズ同点でこの回を迎えています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ビシエド抑えてワンアウト。ピッチャーの状況、バッターボックスは2番強打。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。最初は変化球できました。アウトコース、ファウル、まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れて、インサイド落ちました。これはどうか、フェリス、一塁アウト、スリーアウト。ゲームは11回に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は4番牧。先ほどの打席、引っ張った、これはどうだ、ショート取った、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、なんとか投げてるという感じですよね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。さあここでベイスターズ大バッターは太田。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうです。走ってきた、キャッチャー送球してアウト、盗塁した、見事に盗塁を阻止しました。まあここは当然警戒してましたからね。キャッチャーよく刺してくれましたね。
勝ち越しのランナーでしたからね。いや本当に助かりましたね。そうです。高め打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、取ってツーアウトです。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。バッターボックスには代打の山本。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。まず何を投げてくるか。インサイド空振りです。打ちました。これはどうか、センターに抜けました。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。バッターボックスは7番ソト。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。インサイド打った、お手元のピッチャーゴロ、1塁アウトで3アウト。ゲームは延長戦12回に入りました。ベイスターズの攻撃、バッターは守備交代から。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。さあこの終盤にノーアウトでの勝ち越しのランナーを許しています。バッターは藤田。ここはバントも警戒しておきたいですね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。ベンチのサインはどうだったんでしょうか。バントの構えを見せました。追い込まれてからもバントの構えをしてきます。送ってきた、スリーバント失敗。ランナーを進める。内から入りました。できれば低めを打たすところにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。ピッチャーフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックス強打。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。右方向、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。三塁送球はどうか。ライト前ヒット、強打。これが今日の初ヒット。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそしてバッターボックスには宮崎が入ります。怖いバッターに回りましたね。さあ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここは重要な局面ですからね。キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですね。ここも外してきます。これも乱れました。ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。しっかりと落ち着いてアウトを取りに行ってほしいですね。さあこの場面で打席には4番の大和が入っています。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。ファウルになります。際どかったですよね。大きく外れました。三遊間、ナイスプレー。スタンドのバックテーが届きます。掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。